大島健になっています。イエーイ。外の皆さんも元気ですか。イエーイ。はい、大島健太、ちょっとですね、外のお客様を意識するとなんかこう声を張る感じになりますけども、声を張りながら自己紹介します。イエーイ。大島健太、大阪の岸和田を出身してますけども、そこに19までいて、名古屋に行きまして、名古屋で17年ぐらいいたんですけども、その名古屋を今から4年ぐらい前に飛び出しまして、今は全国各地を流しながら歌を聴いていただくと、このライブの本数がいっぱいあればあるほど素晴らしいミュージシャンと限りませんけども、ありがたいことにおかげさまで今年間に250本ぐらいのライブをさせていただきながらやっておりますけども、今日は松谷さんのおかげで、この、町の、地仲間にやってきました。どうぞよろしくお願いします。イエーイ。そうですか、そうですか。なんか外の皆さんもなんかすごいいい空気になってきてる。なんか初対面の方ばっかしなのに、大島啓太のことを何々地区啓ちゃんって呼びたいっていう空気が流れてます。啓ちゃんって呼んでもらいましょう。あ、せーの、啓ちゃん。ファンクラブに囲まれてます。ありがとうございます。それでは大島啓太の自慢話のコーナーです。今さっき名古屋に17人いたと言いましたけども、名古屋で、ブレイク、つまり脚光を浴びたことが1回ありましたね。何があったかと言いますと、2005年に愛知九博という万博がありました。万博の歌を大島啓太1曲書いてます。公式の歌が17曲あるんですけども、このうちの1曲なんですけども、インディーズシンガーが書いたのは大島啓太の曲だけです。しかもアーティストのアイウェイを順で並べますと、僕の上に書いてあるのがエリック・クラプトンです。藤井フリアさんとか松浦彩さんとか、ラブサイケデリコさんなどと同じステージに立たせていただいて、どさくさに負けて肩を組むことにも成功したのに、今まで一度たりともメジャーデビューしませんかって言われたことありません。まあ、ありがたいことに今後も、するつもりは今ありませんが、向こうから言ってきたら考えてあげてもいいかなと思ってますね。そんな大島啓太ですが、いつかはきっと全てを飛び越えて紅白だけ出ようと思ってます。そんな私大島啓太の、紅白出場予定曲、乾杯ソングビール片手にという歌でございます。この歌のサビ一番盛り上がるところで皆さんに参加いただいて、今日のこのビール祭りに向けてナイス乾杯の乾杯の温度にしたいんですが、一緒に乾杯していただけますか。拍手をお願いします。はい、見渡す限り 100% ではないですが視聴率いただきました。ね、じゃあ一回この歌の、サビ一番盛り上がるところを歌ってみましょう。こんな感じです。ワン、ツー、あ、よいしょ。駆け足で街を通り過ぎて、仕事場のビルの屋上に行こう。街を照らす夕焼け空も眺めに行こう。はい、ビール片手においっていう、今完璧に一人ぼっちで乾杯したものですね。そこを全員でやっていただければ結構。じゃあちょっと1回練習しますね。ワン、ツー、はい、ビール片手におい。あ、すいません。なんか中の方はなんか、ちょっと歯切れ悪かったですけど、やっていただければと思います。はい、外の方もぜひよかったら、外の方もぜひよかったら乾杯してください。はい、はい、ちょっとよく見てくださいね。よく見てください。こんな感じです。ワン、ツー、はい、ビール片手に、あ、こんな感じ。はい、外の方がまだ聞こえてなかったんで、もう一回いきますね。ワン、ツー、はい、あ、ビール片手に、あ、こんな感じでいきましょう。本日は小さな豆でのビール祭りにどうぞ。最後まで大島啓太が、一人ぼっちでやっていくのが皆さんにとって苦痛でなければいいですけども、苦痛の場合は一緒にやってみましょう。ワン、ツー、ワン、ミーもハーも枯れ落ちた、バッチョイ、街路中が赤く染まる、バッチョイ、ビルの隙間
してみよう。はい、パッパしてみてば。どうもございます。にいるなんかメガネをかけた男性がなんか言ってる。もっと大きな声で何アンコール。いただき、はい、駆け足して街を通り過ぎて、熱心なままでみんなでナイスカンパニーの仕様街も焦らず夕焼け空も眺めに横、はい、ビール片手。あっ、終わりました。イエーイ。大丈夫です。ちゃんと大島啓太は自分でやりますから安心ください。安心です。アンコールアンコール。はい、駆け足して街は通り過ぎて、できればまるでみんなでもう一発カンパニーをするよ。街も焦らず夕焼け空の眺めに横、はい、ビール片手。おい、いやいや、皆さんありがとうございました。皆さん、今日は飲みましょう。いや、はい、木曜日からもうね、明日も仕事の人もじゃんじゃん付き合いになってください。皆さんね、いやいや、なので歌い始まってます。大島になっていますけど、まさきさん、今日はありがとうございますね。ありがとうございます、ね、本当になんか15年ぐらい前にお会いしたんですけども、その記憶が僕の中ではほとんどなかったんですが、あの人かっていうようなちょっとした記憶ぐらいありまして、本当にそのちょっとした記憶から、ここに来れて本当に嬉しく思ってます。ありがとうございます。